はい、今回はですね、スズキスペーシアベース、グレードがですね XF というね最上級グレードですねの 2WD になります。で、ターボなしですね。この車はそもそもねターボ車が設定されてませんので、ターボなしの CVT ですね、オートマです。マニュアル車も設定ありませんので、オートマに試乗してきましたんでね、そちらの方をお話をしていきたいと思います。でですね、私が乗ったグレードですね、いくらぐらいするかというと、XF の 2WD で162万4700円ですね。で、4WD になると174万4600円です。でですね、その下にですね、GF というね、グレードがありますね。そちらがですね、2WD モデルで147万1800円です。で、 4WD モデルで159万5000円とねなっております。でね、どんな違いがあるかというとですね、まずですね、ハロゲンヘッドランプじゃなくて、あの全車 LED なんですよね。上級グレードもね、下のグレードもね、この辺は嬉しいですね。で、ホイールはですね、サイズは一緒なんですけども、真ん中にね、ホイールキャップがつきますね。上級グレードだとね。あとね、XF のね、上級グレードの方は、ルーフレールがつきますと。あとね、片側ね、運転席側が電動スライドドアにね、なりますね。あとこうね、スライドドアクローザーつってですね、まあ、ハンドアにならない装置も上級グレードとつきます。で、アダプティブクルーズコントロールも上級グレードのみですね。で、UV カットガラスとか、キルトステアリングとか。あとね、リフターも、運転席のね、シートリフターも上級グレードしかつかないんですよね。あと、オーバーヘッドシェルフって言ってね、後ろ側にちょっと棚がありましたね。あと、USB ですかね。で、シートヒーターはですね、まあ、運転席はね、全車標準なんですけども、助手席がですね、上級グレードのみになりますね。シートヒーターね。で、4WD の場合は、低いグレードでもね、シートヒーターついてますと。まあ、そのぐらいの違いですかね。上級グレードとね、下のグレードと、15万円差なんですよね。で、装備もね、なかなか微妙なんですよね。なんで下のグレードでもいいかなって思うぐらいの、まあ、装備でもいいですよね。なかなか悩ましいですね。あと 4WD もですね、フルタイム 4WD なんですよね。ですので、私ね、 FF しか乗ってないんで分かんないんですけども、こちらもですね、フルタイム 4WD なら、まあ、ちょっと燃費は落ちちゃうかもしれませんけどね、走り的にはちょっと面白いかなと思って、まあ悩ましいですね、グレード選びね、このね、スペーシアベース。それではですね、エクステリアの方ね、見ていきたいと思います。顔はね、旧型のスペーシアカスタムのね、顔ですよね。私ですね、新しいですね、スペーシアカスタムの顔よりも、この旧型のね、スペーシアカスタムの顔の方が好きなんですよね。なんかトヨタのね、アルファードを小さくしたような顔でね、かっこいいですよね、こちらの方がね、わかりやすいです。で、インテリアの方はですね、これもね、おそらくですね、旧型スペーシアとね、一緒だと思うんですけども、まあ残念なのがね、タコメーターがついてないってことですよね。この辺がね、ちょっと N ボックスと比べちゃいけませんけども、N ボックスはね、まあ、マニュアル設定がありましたんで、まあ、全車ね、タコメーターついてたんですけど、こちらはね、オートマのみになりますんでね、CVT のね。ですので、まあ、タコメーターは、どちらのグレードにも、ね、上級も、下のグレードにもついてないということですね。その辺がちょっと残念ですね。でね、問題なのがですね、後ろの座席なんですよね。N 版に比べてもちょっと使い物にならないぐらい狭かったですね。
おそらくですね、こちらの方がですね、乗用車ベースで作ってあるんで、椅子なんかもね、いい、乗用車のいい椅子を使ってるんで、N 版のようにトラックベースのちょっとこう薄っぺらい椅子じゃないんで、余計に良くないのかなと思いますね。運転席側の椅子がね。運転席の側の椅子が立派な分だけ、後ろの座席の圧迫してるような感じっていうかね。ちょっとなかなかその辺は N 版の方が良かったかなとね、思いました。それではですね、このスペーシアベース、走りはどうだったかというとですね、私ですね、正直ね、あんまりこれ期待してなかったです。なぜかっていうと、もうそもそもターボがないし、ね、CVT なんでね、まあ大したことないだろうなと思ってたんですけども、ところがどっこいですね、意外とよく走りました。これがなんでよく走るのかよくわかんないですよね。タイヤが細いせいなのか、ね、なんで万用のタイヤだもんでちょっと硬いせいなのか、だけど乗り心地は悪くないですよ、決して。なので、私ですね、スペーシアのですね、ターボなしね、この間乗ったんですけども、ワゴンの方ですね。貨物じゃない方ですね。あれね、ハイブリッドがついてて、アシストがあるんですけども、非常にちょっと物足りない感じしました。だけども、こちらのね、スペーシアベースの方は、まあ、貨物仕様だもんで、ギア比がですね、荷物を乗せるように低くしてあって、クロスレシオにしたのか何なのかしわかんないんですけども、非常によく走ります。この車ならね、ターボなしでもいいじゃないかなと。この CVT で十分だなってね、思うぐらいでした。ただね、試乗したのがですね、平らな道だけですんで、ひょっとしたらこれ上り坂行ったらちょっとね、うなるのかもしれませんけども、不思議なぐらいにですね、走りは良かったです。それではですね、このスペーシアベース、試乗した結果ね、どうだったかというと、非常にね、よろしかったです。好感触です。面白いのがですね、N 版はですね、まあ、貨物に振りすぎてるっていうことですかね。で、こちらはですね、貨物なんだけども、乗用車に振りすぎてるってところがね、面白かったですね。それでは、今回の動画は以上になります。